彩り鮮やか。はい、やってまいりましたビジネス天国沖縄の時間です。この番組はビジネスの世界で活躍する方々をお招きしてビジネスのヒントになるような情報をお伝えする番組です。パーソナリティは私新里哲也です。本日もビジネス天国沖縄をお送りいたします。そしてアシスタントに、はい、マナティが入ります。よろしくお願いします。はい、マナティよろしくお願いします。はい、今日何回目ですかね。新里さんとやるのは2回目かな。まゆみさんがゲストに来てくださった時に一緒に入らせていただいたんですけど、はい、インテリアコーディネーターのね。そうですそうです、はい、インテリアコーディネーター、面白い、はい、さきこさん面白いねすごい人だけど面白いですね。もうその時もね、マナティー興味がある分野だからね。あ、そうですね、いろいろそう勉強になりました ね、 ね、すごい聞いて。これラジオっていいですよね。あの、いろんな専門家の方がね、本当に話も聞けるしね。なかなかね、ないですから、見つけないから時間がっつり聞けますしね。そう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 、うん、面白かったです、うん、ラジオやればやるほど知識が上がっていく感じがするんですけどね。はい、はい、ということで本日もね、素敵なゲストさんをお迎えすることができました。はい、僕も、うん、実はね10年以上前から、あ、じゃないな、7、8年ぐらい前かから知っている方なんですけど、気がつけばアメリカに渡り、気がつけば台湾に渡り、ね、あの台湾のですごく事業を展開していましてね、はい、本当に幅広く展開していまして、その何ですかね、志も高いですしね、本当にそのいろいろな仲良くさせていただいておりますのでね、今日のたまたま沖縄に来ているということで、なかなかね直接お話聞く機会がないんですけども、今日はね僕も久しぶりにお会いして、おそらく 7、8 年ぶりぐらいにお会いして、いきなり10分後にラジオ出演と、はい、すごいですね。たまたま今日あのゲストで、そうですそうです、たまたまというかね、あのお会いする約束をしてたんですけど、あ、せっかくならね、うん、出てもらいたいですもんね。あのね、ただ話するだけではなくて、ぜひラジオにご出演くださいと、はい、お願いしたところね、ここをよく引き受けてくれたという流れ、すごいおります。僕もねすごく楽しみにしておりました。それでですね、あの CM を挟みまして、はい、本日のゲスト様をご紹介したいと思います。はい、ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新里哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新里哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。沖縄市住吉にある住吉国際ジュニアクラブは子ども食堂をしているよ。夕方になると美味しそうな夕飯の匂い、毎日夕方5時半からみんなで食べるんだ。英会話も教えてくれて、一人でいても寂しくないよ。夕方4時から空いてるよ。みんなおいでよ、住吉国際ジュニアクラブ。ハロートレーニングであなたの就職活動を全力サポート。ポリテックセンター沖縄では、基礎から学べる専門技術の職業訓練も受講料無料で開講しています。経験がなくても OK、 新たなスキルアップにチャレンジするあなたを応援します。詳しくはポリテックセンター沖縄で検索。 FM 小里と FM 技能を聞いているそこのあなた、そんなあなたに朗報です。両局では毎週素敵なリスナープレゼントがあるんです。お得な情報を聞き逃してるかも。24時間聞かなくちゃ。そんなことはできないので、公式 LINE アットの登録をよろしく。毎日のスパイスにFM ギノワン、みんなで騒いで楽しもう、 FM ギノワン、 FM ギノワンナンバーワン。ビジネス天国沖縄をお送りしております。本日も私新里哲也がお送りいたします。本日はマナティと一緒にお送りいたします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ引き続きよろしくお願いいたします。はい、ということで、もう僕早く話聞きたいんで、うんうん、もう早速
本日のゲスト様をね、ご紹介していきたいと思います。本日の、ゲスト様はですね、沖縄県出身でですね、現在台湾で事業を、展開しております、矢上圭一さんです。矢上さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。矢上、はい、さん、ついに実現しましたね。ねしましたね。矢上さんとはね、もう 7,8 年ぐらい前に、はい、まあ、共通の友人の紹介で知り合って、はい、まあ、沖縄県の方でね、当時レストランを経営されていて、そのレストランから僕の家からね、100メートルぐらいだったんで、めちゃめちゃ近所さんですね。よくね、飯食いに行ったりとか、まあ、イベントとかもね、はいはい、セミナーとかもさせていただいたりとかね、いろいろ。お店でですか？あ、そう、お店で僕の講演会を企画して、はいはい、その講演会の後にそこでそのまま懇親会を。あ、いいですね。そう、あ、そういう利点がありますね、飲食店でやると。そうなんです、そこでね、矢上さん料理作ってもらって、そのままね、やってもらったり、いろいろお世話になったんですよ。でそこからもずっと会ってなくて、だから 7,8 年くらいね、矢上さん全く会ってなくて。なりますね、うん、僕が台湾行って、はい、11月の末でちょうど8年目に突入したんですよ、はいはい、7年終わってっていうところで。生活がですか？はい。へえ、長い。その2年前ぐらいなんで、やっぱ10年ぐらいになるんですよ、 あそこやってた時って。なるほどなるほど。でもそれになりますよね、はい、なります。早いっすね。早いっす。どうですか、10年ぶりの再会は。いや、実は SNS でね、あ、Facebook でやり取りがして。そうあ、そうなんですね。連絡をいただいて、そこからちょっとやり取りが始まって、はい、なるほどなるほど。あと僕オンラインサロン始めたので、はいはいはい、ヤカベスもそこに入っていただいて。あ、じゃあ Zoom とかでは結構ね、月に何度かZoomでね。あ、じゃあお顔を合わせてたんですね。そうなるほどなるほど。だからそんな10年ぶりみたいな感じではないんですよね。そうでも確かに SNS でつながってると、なんか久々な感じしませんよね。しないしね、さらに SNS だけじゃなくて、Zoomで実際会話してるので。あ、そうですよね。そうだから久しぶりって感じじゃないんですけど、まあ、実際お会いするのは実際10年ぶり。すごい。そう考えたら SNS すごいですね。すごい、本当すごい。SNS なかったらね、ずっと会ってない。会ってないですよね。ですよね、会ってないですよ。そもそも新雑さんがこう日々発信されてることに、はい、はあ、いいこと言ってるなとか、いつも学び多いな、久深いななんて思いながら見てる時に、新雑さんがなんかオンラインサロンやりますとかって言って、はいはい、そしたら、あ、僕参加します。それからですよね。そこから交流が始まって、うんうんうん、台湾行ってることも知らなかったので。あ、そうですね。そう、うん、ずっと沖縄にいるもんだと思っていいだから、はいはいはい、で聞いたらね、その後までアメリカに渡ってですよね。その前にアメリカにいてっていう、でアメリカ行って今は台湾にいると。台湾で順序から言うと、はい、アメリカから帰ってきて沖縄市でお店やって、はい、でまたちょっとアメリカ戻って、はい、でそこから台湾だった。なるほど。おグローバルですね。ね、すごい。あ、そうですね、はい、そうやって見ると、いや、そうですよね、なんかあちこち行ってるなと。台湾ってまた ね、全然違うから、はいはい、ですよね、はい、まさか俺が台湾にって思ったんですけどね。人生何が起こるか、まあまあ人生ね、本当に何があるか分からんし、住めば都だなっていうのも本当だなと思って、台湾いいなって今思えてるので。実際矢上さんで今どういう活動をされてるんですか？あ、ですね、まあ、すごく分かりやすく言うと、はい、ラーメン屋をやってるんですよ、はいはい、台湾の方で。台湾の方ですね、はいはいはい、で台湾行った時からまあずっとラーメン屋さんで、はいはい、2年ぐらいはそのニューヨークにあったラーメン屋さんを台湾に持っていくっていうのに参加してやってたところがあって、はい、でそこから独立しまして、うん、で会社を作ってお店を開けたっていうところですね、はいはいはい、でそれから5年も6期目に入るっていうところですね、会社が。なるほど。もうそれもびっくりでしたけどね、ラーメン屋さんやってる、しかも台湾で。そうですよね。確かになんか一言的に聞くと、なかなかなんかいろんなことやってるなって、うん、本当ですよね。なんかアメリカではやっぱりラーメンとか日本食が結構なんか有名というか人気がある感じがするんですけど、やっぱ台湾とは全然違う、ね、最初アメリカのお店を台湾に持っていくってことでしたけど、なんか違いましたか？あ、反響的な。違いますね。へー、うん、全く違いますね。僕がアメリカにいた頃、ニューヨークにいたんですけど、ちょうどね、ニューヨークでラーメンが流行りだした時だった、はい、すごい行列らしいですよね。そうで、そういうのを見てたから、はい、ラーメン売れるんだと思って、外国人に売れるんだと思って、はいはい、
で、まあ、やるお店やるお店繁盛店になっていくわけです、はいはい、僕が関わってないお店とかでもやっぱり周り見てても、うんうん、すげえなー、うん、ラーメンのポテンシャルとかって思って ただのラーメンの一ファン食べる側のファンとして、はいはいはい、だったんですけど、あ、そうなんですね。なんかね、あ、ちょっとした縁があってそのラーメン屋さんで働くことができるようになって、でそこからどんどん入っていったっていう感じですね、うん、ラーメンの入り口として、入り口で、はい、ああ、じゃあもともとラーメンがお好きで、みたいな。そうですね。でもね、なんで日本でやらないのかな、やりたいとも思わないのかなって思うとはいはい、はい、やっぱ海外の方がウケるんですよね、うん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 、やっぱりビジネス的に見ても向こうでやってる方がいいし、うんうん、でチャレンジじゃないですか、うんうん、その方が、はい、それは結構選ぶのは僕のなんか資質としてあるのかなっていうのはまああるんですけど、ね、なるほどね、もともとチャレンジ精神がねえ、なんかいい、まあ、でもビジネス的にもね、海外の方がまあ競合も少ないですし、うんうん、ね、やる可能性というか、そうですね、高いですよね、本当そうですよね。え、そこからラーメン屋さんを実際始めるまでのいきさつっていうのは、ラーメン屋さんを始めるまでっていうのはアメリカの話にまで戻る感じですか。え、あの、え、アメリカでは実際ラーメン屋さんやったんですか。自分ではやってないです、はいはい、雇われてやってたっていうところですね。なるほど、なるほど、なるほど、勤めてたって感じですね、はいはいはい、はいはい、そこからまた台湾でラーメンやるところに行くわけですよね。そうですね、うん、最初はそうですね、このさっき話したニューヨークの店を、はいはい、まあ、台湾に持っていくっていう、うんうん、それが台北っていう、はい、あの、まあ、皆さんもご存知の、うん、一応一番大きな町としてあって、はい、まあ、そこでやって、それも本当ね3ヶ月とか4ヶ月ぐらいで、うん、もうすごい行列店になるわけですよ、うん、これもニューヨークとかでも見てたお店とも本当同じ、はい、同じような感じでなってて、うん、ですげえなーと思って、でラーメン作るのもまあ楽しいし、うん、やったら売れちゃうしみたいな、はいはいはい、これ美味しいなとかと思って、うん、で、ま、だから自分でやろうと思って、ま、独立したんですよ、はい、で会社作って、ま、一番最初はあの友達とかも一緒にいてやってたんですけど、はいはい、今は結局一人になっちゃったんですけど、うんうん、その中でもこうラーメンを作って売るみたいのを最初はあの ポップアップっていう、うん、なんかあのなんかなスーパーの一角を借りて、あ、はい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 、売るみたいなことを市場テストみたいな感じでやってたんですよ。あ、店舗では自分の店舗ではなくてちょっと一角を、そうそうそう、借りて、借りて、うんうん、いいですね。そう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 。でそれがめちゃくちゃ売れたんですよ。もう店舗なんかで売ってる数字の3倍ぐらい売れて。そうそうそう。でそれが、まあ、一定期間ではあるんですけど場所を変えて、はいはい、20日ぐらいのやつをこう場所を変えてやってたんですよね。うん、でそうですね、1ヶ月いや20日やって10日休んでみたいな感じで、うん、こう転々としてた最初の1年、うんうん、でもイベントとして実際にやったのは年間通しても 4、5回とかそんなもん、はいはいはい、なんか休憩とかもあったりとかもしたり、はいはいはい、そんなことをやってて、それその場所が台湾の中でもあっちこっちなんですよ、うん、台北もあったんだけど、はいはいはい、あの空港があるタウエンっていう町だったりとか、うんうん、僕が今住んでる新築っていう町だったりとか、はいはい、まあちこちでやって、うんうん、はいはい、で今住んでるところがなんかお客さんの当たりがすごく良かったんですよ、はいはいはい、あと住んでて気持ちいいみたいのもあったりとかして、あれ台湾によっても違うんですか、やっぱりなんか違うなって僕は感じですね。なるほどなるほど。でそれがここがいいなと思ってここって決めて、うん、決めたらなんかもうそれがやっぱ良かったですね、うん、台北だとこうなかなか今のようには行ってなかったような気はするんですけどね。そう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 、まあ、そんな感じで今の場所に住み着いてなんかお店を続けてるっていう感じですね。じゃあラーメンのラーメンも受け入れられたし、矢壁さんも住みやすかったっていうことですか。そうですね、そうですね。で、まあ、それからスタートして、うん、で一番最初は新築っていう町にその行ってスタートした時は百貨店の地下に入った、入れさせていただいたんですよ、はいはいはい、でそこから お店をスタートして、やっぱ百貨店っていうのもあるし、うん、まあ、ラーメン屋あるあるかもしれないけど、うん、はいはい、オープンした時はわーって並んでみたいな、はいはいはい、で3ヶ月ぐらいしたら売り上げが急に落ちてきたんですよ、はいはいはい、で急に落ちてきて、で、まあ、
いろんな売り上げを上げるためにお客さんを呼び込むためにいろんなことをやるんですけど、でもなんかねやっぱりデパートの力が強かったりとかして、あのそもそもこういうことをやりたいっていう提案が却下されることもあったり、あとデパートが強制的になんか安く安売りしてよだったりとか、デパートの企画でね、そう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 、なんか結構ねいろんなことやっててもデパートの外に行くのが結構大変だなっていうのを感じながら、縛りがあったんですね。そうやってデパートとやると 100% やってても 50% も外には届いてないっていう感じを感じながらやってて、その上なんかあの場所代みたいな感じで、一応家賃みたいな感じで、そうそう、家賃みたいな、あ、そっかそっか、しかも家賃がパーセントなので、え、売上げの、そうそうそう、変動するわけです。そうなんですよ。じゃあ売り上げ上がると払うのも増える、あ、そういう感じなんだ。そうそうそう、で今考えると当たり前なんですけど、うん、そうなんです、めっちゃ売ってるけどお金残んねえなみたいな感じになってて、うん、あ、なるほどなるほどね。でそれでちょっと経営って何なんだみたいなところに引っ張られていって、うん、でそこから学び始めたっていうところですね、うんうん、でするとあのだから残んないんだっていうのがものすごく明確になったっていうところからですよね、うんうんうん、はい。でもそこから独立しよう、独立っていうかその店舗から離れて自分の店舗を持とうみたいな感じになったんですか？そうですね、まあ、そこも、まあ、自分の店舗って、まあ、会社でやってる、会社でやったので、はい、まあ、自分なのって言えば自分らなんですけど、はい、でもまあなんだろう、こうやったら儲かるとか、こうやったら、うんうん、こうやってるからお金が残んないっていうのが分かってても、うん、はい、分かったとしても、はい、やっぱり他の人との関わり合いがあるので、うんうん、あっての事業なんで、うん、すぐには切れないわけですよ、やっぱり。あ、そっか、だけど良くないっていうことが分かったことで、うん、はい、そこに向かっていくんですよ、はいはいはい、絶対に、うん、良くなりたいですもんね、うん、もちろん。なので結局知って出るまでには1年半ぐらいかかっちゃってはいるんですけど、うんうん、はいはい、だけどその1年半後にコロナが来て、うん、追い出されたってことですね、はいはいはい、もうデパート側に出ていけみたいな、まあ、デパートも新しいのを入れたいっていうのもあったりとかもしたんだと思うんですけど、それで追い出されて、その時はよ、あの追い出された方がいいのも知ってるんだけど、追い出されたっていうか外に出た方が利益が残りやすいっていうのも知ってるんだけど、急にですね、再来月出てねみたいな感じだったんですよ。そんな予告もなく、場所も決まってないし、何も何も何もじゃないですか。それは大変ですね。そんなことあるんですね。なんかやっぱり出たいと思っててもね、出方ってね、そうなんですね。いきなりですか。気持ち的にもそうですもんね。でしかもこの2ヶ月は、なんかね、売上を上げるじゃないですか、はいはい、1回売るとそのお金って全部デパート側に1回入って、はいはい、でそこからいろいろ引かれて、うんうん、で残ったお金が戻ってくるっていうような感じなんですよ。なるほど。でしかも1ヶ月先なんですよ。あ、そのギャップもすごくやっぱ経営的な大変だったし、はい、大変ですね。しで最後のこの2ヶ月も出てよってなってからの2ヶ月はお金をいただけなかったっていうね、はい、っていうのが今までのなんか達成金額があるんですよ、はいはい、年間の達成金額みたいなのがあることに僕は気づいてなくてですね、はいはい、あの最初やった時はパートナーがいたので、うん、台湾人の、はいはい、まあ、彼がいろいろ向こう側と話して、うんうん、でそのことを、まあ、教えていただけてなくて、はいはい、であるっていうのを知って、うん、これを埋めるために、うん、このお金はそこに回すからって最後の2ヶ月の、僕らに入ってくる予定のお金が全部そこに行って、挙句にキックアウトでしょ、お店ないでしょ、いや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 、怖い、コロナでしょ、もう外の人も歩いてないような状態で全部なくなったってことですか。全部なくなった。で僕外国人だから、はい、台湾も日本のようにこう、はい、寄付金とか補助金とかっていうのをやってたんだけど、外国人には該当されないわけですよ。もうね、本当やべえってなってたんですよね。もう聞くだけでちょっとドキドキします。ね、だから本当にリストラみたいな感じですよね。もうコロナだからもうですね、ね、もう終わりですみたいな。ですね。まあ、そこからまた冒険が始まりましたね。で、従業員がいたから2人ね、はいはい、2人いるので、
で今も頑張ってくれてる2人なんですけど、うん、この2人がいるので何かやらないといけないじゃないですか、うんうんうん、僕はもう銀行とか走り回ってるわけですよ、はい、その時、うん、でこいつらに何かやらさないとって思ってて、でそれで屋台にね、うん、家でスープを炊いて、はい、屋台に持って行って売るっていうのをやったんですよ、はいね、台湾といえば屋台じゃないですか、はい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 、そうですね、なんかそのイメージが、そこに日本人の僕らが中国もなんかままならないみたいで売るわけですよ、はい、で最初はやっぱ売れないんだけど、はいはい、じゃあこうやろうこうやろうっていろんなことやっていくうちに、うん、やっぱだん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 売れていくようになってきてですね、うん、でね100杯までいかないですけど80杯とか売れるようになってきてですね、はいはいはい、80杯売るってまあまあ大変なんですよ、うんうんうん、お店で売る80杯はいいんですよ、はいはいはい、揃ってるのに全て設備、うんうん、屋台で80杯まあまあ大変なんですよ、はい、すごい大変だよ、でそんなのを家で作るわけじゃないですか、うんうん、でそんなことを、まあ、やりながら、はい、そのどっかのタイミングで、まあ、融資が決まったんですよ、はいはい、銀行から、はいはい、で降りるまでにまだ時間がかかってとかっていうのをやって、うん、僕はそういうのを、まあ、やりながら、うん、夜は屋台に行きながらそんなことをやって半年ぐらい過ごしたのかな、うん、そして晴れて路面店がオープンできたっていうのがあって、はいはいはい、もうそこからですね、うん、また一人一人お客さんをこう集めていくっていうのを作業をずっとやっていって、はいはい、でこうやったらお金が残るんだっていうのもその頃には分かってるので、うんはいはい、で売り方もある程度は分かってたので、うん、なのでそこからはいい感じにいけましたね、はいはい、いやでもね今お話聞いてたらもう日本でも大変なのにこれ海外での話ですもんね、うん、そうですね、つながりも少ないし言葉もねなかなかつながら、うん、通じない中でね楽しいですよでもおーすごい楽しいですよで日本に帰ろうとは思わなかったんですか思わなかったですね全くあすごい思わなかったですね、うん、やっぱりね外国人っていう見方じゃないですか台湾の人から見た日本人もだからやっぱり最初ねそうやって給付金がなかったりとか手当がなかったりする中ですごいですよね私だったら、ね、一回帰ろうかなって思っちゃう、ね、そう結構言葉の壁だったりしますよね情報がなくてあそうですよねノルマを知らなくてっていう話じゃないですかそう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 、うん、言葉の壁はね いまだにあるんですけど、はい、それでもその直後に楽しいっていうのがすごいギャップがあるんですけど、ね、何がこう楽しいっていう感じるんですかめちゃくちゃチャレンジングなんですよ、はいはい、チャレンジングなことをしてるときってすごくゾクゾクするんですよね、はいはいはい、やっぱりね、はい、なんだろう苦しいんですよ、うんうん、でもきつくないとか、うんうん、苦しいけどそうだな、うん、きつくない挑戦してるっていう言葉が多分なんか挑戦してる感があるんですねそう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 、でまあまあ死なないじゃないですか、はいはい、なのでできますよ結構いろんなことですか、ね、死ぬ以外はかすり傷歯ですかね歯ですね歯ですねいやすごいはいそんな感じでなんとか、実際生きてますもんねはい生きてますピンピンしてますもんねピンピンしてますよはいだからなんか話してる時もなんかその辛いやばいじゃないですかもうそんなお店もなくて、うん、もうなんかね、うん、あ外に放り出された状態なのになんかすごい話してる表情はすごい明るいから楽しそうですよねその渦中はなんかちょっと、ね、渦中はこうじゃなかったと思いますよそりゃそうですよねギャップがすごいあったけど大変ですよねすごいでもやっぱいろいろある人の人生って聞いてたらいいですね確かに大変かもしれないですけど、なんか一本の映画見てるみたいな感覚になるし、またさらにそれでこれからまたいろいろやろうとしてる、うん、八神さん素敵ですねあそうですよねこれからまた何かあるんですか冒険が冒険そうですねなんかそうですね今いろいろ考えている最中でもあってですね、うん、これっていうのは正直まだないんですけど、うん、でも明日のご飯どうしようかっていう時は、はい、やっぱり目の前にあることをやっていくじゃないですか、うん、そこ必死でやっていくじゃないですか、うん、でご飯が食べれるようになるとやっぱりなんだろうこれでこのまま続けていいのかな、うん、だったりとか、うん、自分の好きなことなんだろうとか、う
会不会とか、なんかそういうものをやっぱり見ていくもんだと思うんですよ、僕だけじゃなくて。でなんかね、人生の残り時間とかやっぱそういうものを多分必然だと思うんですけど、本当考えるように考える時間が多くなってですね、今そんな中なんですけど、で何やろうかなっていうところで、で今までになかった感覚ではあるんですよ、そういう今まで持ってなかった選択肢とかも、まあ持っててる今があるっていうのもすでにすごい幸せなんですけど、ここからなんかやりたいなっていうのはすごくあって、でなんかもぞもぞしてるっていうのは今今ですよね。まあ、あの矢壁さんとズームでね、よく1対1でもね、はい、お話しさせていただいてるんですけど、常に何かね、なんかいい意味でなんかモヤモヤしてるっていうか、あのなんかできるんじゃないかなとかっていうね、なんかこのなんていうのかな、その命が震えるものを常に探し求めてるというか、なんかねそういう感覚がすごくあってですね、なんかそれ多分一生続くんだろうなっていうか、ね、もともとそうですか、チャレンジャー精神ですか、昔から、ね、子供の時は引っ込みじゃんみたいな感じはしれませんよねそんなこともなかったそうですね、結構なんか何かを企画して、はいはい、やるのが、仕切ってやるみたいのは結構好きだったかもしれないですね。あ、だけど、はい、そう今違うのは、あのやっぱ人とこうやっていくっていうのって楽しいんだけど、まあまあ難しさもあるなっていうのがあって、でそれがなんだろう、言葉超選ぼう選ばなくていいですよね、何でもいいですよね、すごくめんどくさくなっちゃったんですよね、そういうのが、確かにめんどくさくて、でよく考えてみても、なんか人との人間関係との問題ってものすごく多いような気がしてて、で結構うちらみたいなラーメン屋さんとかでも何店舗もやってる人たちとかもいたりして、でそういうトップの人とかと話すると、もう人が増えて人との問題を毎日解決してるっていう、てかそんなことしてたら事業やってるもう醍醐味であるこのマーケティングだったりとか、一番そうですね、考えなきゃいけない、お客さんとの会話の中、会話だったりとかもそうだし、こうやってやろう、ああやってやろうって打ち手を考えるところもそうだし、そういうことができなくなるわけじゃないですか、確かにそれは嫌だなと思って、でそれで小さく事業をこうしようと思って、でそれで小さくして、で欲しいのは利益じゃないですか、じゃみんながどうか分からない僕は利益なんですよ、売り上げじゃないんです、でだけど売り上げを追っかけてた時はやっぱりどうしてもこう拡大しがちだったし、売れ売れだったし、でも欲しいのは利益だよなっていうふうに考えると、やっぱりあの戦術も変わるし、戦略ももちろん変わっていくし、なのですごくやり方は変わってるんですよ、結構逆を走ってるっていう感じなんですけど、あの時から見ると、でそうやってやってくると、なんか一人型とか、まあ少数あの3人までっていうふうに僕は決めててですね、でそこでもうまあまあ、ね、稼げるなっていうのは、なんか分かったし、もっともっと上もいけるなと思ってるので、そういう意味な、そのルールの中、一人型小さい企業でこうどれだけいけるかっていうチャレンジは経営者としてはやってて楽しいし、今後もずっとやっていきたいなっていうところですね。まあ、でも変化の早い時代なんで、ね、小回りが効くっていうのも一つの戦略としてはありですよね。ありですね、すごくありだと。人って増えれば増えるとね、比例して問題も増えるでしょうからね。でも何だろう、こう何年もやってて、お店前は他の店舗とかもやつ複数持ってたりしてたんですけど、そこから久々に会って、今1店舗ですとか、従業員2人ですとか、大丈夫みたいに言われるわけですなんかでもやっぱりみんな続けていくと、なんか だんだん大きくしていきたいとか、多分そうね、あの思っちゃうんでしょうね、ただ単純に。そうなんですよね、確かにね、大きいのがいい、小さいのが悪いってことじゃないんですから ね、ないんですけど、そうですね、やっぱりそうやって思われちゃうんですよ、心配されちゃうっていう。まあでもいろいろ経験されて戦略的にね、
意図してそういう状況にしているわけですからね。知ってる人はすぐ分かりますよね、おそらく、ね、そうですよね。すぐ分かりますよ ね、 そうですよね。知ってる人はすぐ分かりますよね、はい、そうですよね、はい、じゃここで一旦じゃあ CM を、はいはいはい、挟みまして、はい、後半も引き続きいろいろお話を伺っていきたいと思います、はい。ピピ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 ヒルズ通りからこんにちは。ピピ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 なんくるないさでほら行こう。きのワンワンきのワンワン。えふえふきのワン。NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため。人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、NPO 法人プロミスキーパーズ。ハロートレーニングであなたの就職活動を全力サポート。ポリテックセンター沖縄では基礎から学べる専門技術の職業訓練も受講料無料で開講しています。経験がなくても OK。新たなスキルアップにチャレンジするあなたを応援します。詳しくはポリテックセンター沖縄で検索。浦添定石通りにあるチュッチュッチュラムハウジング、お家のことならチュッチュッチュラムハウジング、 OTS グループのチュッチュッチュラムハウジング、みんな覚えた？チュッチュッチュラムハウジング、まずは検索。ビジネスのヒントだらけの番組ビジネス天国沖縄、私新田哲也が MC を務め、毎回全国から業界の重鎮をゲストにお迎えします。毎週金曜日午後1時から FM ギノワン、FM コザで同時放送中。過去の放送は新田哲也 .com でチェック。ビジネス天国沖縄。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。本日のゲスト様は、沖縄県出身でですね、現在台湾の方で事業を展開されている、矢壁圭さんをお迎えしてお送りしております。矢壁さん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。いやマナティどうですか、前半ね、波乱万丈の、はい、ちょっと映画一本見たみたいな感じですよね。だからなんかそんなあーでもその失敗したのって何歳ぐらいの時、失敗じゃないけどそのあの、ね、トラブルに経験、ね、巻き込まれたっていうの何歳ぐらいの、どの失敗のこと、前半で話した、あ前半で話し、そうお店で結構最近ですよ。最近なんですか。あそうか、でもコロナって言ってたから、コロナで追い出されて、あなんでそっか、じゃあ3年ぐらい前ですよね。そうですね、3年前。なるほどなるほど、すごいなんか私もこれから、あ若い頃なんかあの、ね、失敗してみたいな、もう一回やり直すとかっていうのありそうですけど、うんうんうん、だからあじゃあ私もまだまだ失敗して大丈夫って考え、ね、怖くないな、うんうん、特に飲食の人たちがね、もう一番打撃を受けたでしょうからね、そうですよね、その感染症に関してはね、確かに、うんうん、そうですね、うんうん、あ失敗いいですよ。いいですよって なんだろう。失敗ってネガティブに捉えてませんかっていう。うんうんうん、いやなんかやっぱ怖い怖いっていうのがあるなんか恐怖心があるんですけど、あんまり恐怖心ないですよね。うん、なんかねそこだけ切り取ると結構悲惨なことに見えたりするんですけど、ね。はいはい、それがね、うん、すごく生きるんですよ。あだからエネルギーになるって感じですか。そうなんだ、もう失敗する感じる、すごい。死なないから失敗者も。うんはい、まあでも実際ね、そういろんな経験からね、今だん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 その自分のやりたい理想の形に近づいてるっていうことですよね。そうですね、はい、そうですね、うん、いやいいですね。あのそうそう、こ授業を学ばなきゃ、経営を学ばなきゃって思ったところが、はいはい、だからあの売っても売っても金が残んねえみたいなことをやってる時に困り果ててですね、で沖縄の経営者の先輩に、すごくうまくいってる沖縄の経営者の先輩にちょっと相談させてもらったら、その人の師匠を紹介してくれたんですよ、はい、でそこから僕もようわかんないけどそこの部を叩かせていただいて、うん、でそこから経営のことを学び始めたっていうのがあってですね、うんはい、でさっきも言ったようにやっぱ
ご飯が食べれるようになると、うんうん、もう少し抽象度の高い、うんはいはいはい、こう人生設計とか、うんうんうん、そういうところにやっぱり行くんですよ、うん、そこがエネルギーになって、うん、やっぱり事業っていう形でこう表現していく、はい、世の中に出していくっていうことなんで、うんうん、やっぱりそういうことを考えるようになったっていうのも、うん、やっぱこの師匠に会ってからですねって感じで、あの会ってなかったら今でも何百杯売りますみたいなことを目指してやってたんだろうなと思ったら、もう恐ろしいですよ、はいはい、怖いですね。でも確かになんかラーメン屋さんとかって、まあ、回転率とかっていうのがなんか一番先になんか頭に、うんうん、あの1杯いくらでそして回転させて利益を得るみたいなイメージなんですけど、やっぱそこじゃないみたいな。そうですね、うん、もうね逆にお客さんどんどん絞って、うん、で倍回どんどん上げていって、うんうん、そこはすごくチャレンジではあるんですけど、うんうんうん、知っててもやっぱりできないっていうのがあるので、はい、やっぱいろんなね超凡人なんでやっぱいろんな、はい、ブレーキがあるわけですよ、はいはいはい、これまでの常識だったりですよね。そうそうそう、ラーメン800円でしょみたいなところから、うんうん、こうもう自分との問題なんですよ。だからそれをどうぶち壊してこうやっていけるか、うんうん、自分の価値観とかも多分あると思うから、知ってることとできることは違うっていうことですよね。本当に知ってることとおっしゃる通りで、うんうん、知ってることできること違うっていうところで、やっぱ知っててもなかなかできない、うんうん、でもそこをチャレンジ、うんとして僕はやり続けた結果、うん、少しずつこう値上げもさせていただいて、お客さんもどんどんやっぱり絞れてくるじゃないですか、うんうんうん、で今は本当にいいお客さんに囲まれて、うん、売りたい金額で売らせていただいて、もう配数もだからそんなにいってないんですよ、うんうんうん、なのでものすごくあのストレスが少なくなりましたね今は、うんうん、すごい従業員の方にとってもいいですよね。なんかそうそう、なんか変な、いっぱい忙しく働いてっていうイメージが、お互いにとっていいですよね。お客さんの目線から見ても、うん、そちらの方がね、そういうお店があるっていうのは、そう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 、やっぱり忙しいお店を作って、うん、一番の弊害何かって言ったら、うん、大切なお客さんに時間を使えないってことなんですよね、うんうんうん、ああ、そっかそっか、それがやっぱり嫌で、うん、なんか文句言われるから嫌とかそんなのじゃなくて、はいはいはい、やっぱり大切なお客さんを大切にしたいっていうところから、うんうんうん、あのそういうことをやらせてもらってるっていうところですよね、はいはい、本来それが一番必要だし大切だし醍醐味でもありますもんね。本当そう、本当そう、うんうん、そうだなって思いますね。やっぱりスタッフですね、僕の場合はスタッフが本当頑張ってくれてるので、うん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 、あの屋台時代から、うんうん、もっと前だな、あのデパートで、うんうん、めっちゃ売ってて売れなくなってみたいな。それ日本人ですか？日本人です。沖縄の子が2人、おじゃあ一緒にも、そう、だそういうのを見せてあげられてることもものすごく僕いいなと思ってて、なのでこの直近とかはあいつらも僕を卒業していって自分で経営していく人だし、うんうん、だから経営者になるんだったら、うん、いろんなことを学んでた方がいいなと思って、うんうん、こう勉強会とかも やり始めたんですよ、うんうん、っていうのは普通にミーティングとしてはやってたんですけど、はいはい、これを勉強会っていうふうに変えてですね、はい、僕スタッフからお金もらってですね、はい、勉強会をやってるんですよ、うん、でもお金もらった方がいいですよね。あ、全然いい、全然いいですよね、やる側も受ける側も本人のためにも、ね、そうですよね、本当に授業を受けるみたいな感じですよね。今なんか彼らもなるほどっていう、もうやっぱ逆を走ってきて良くなってるのも見てるし、なので実践しながらやれてるのでやっぱり入りやすくなってると思うんですよね。いや、あの勉強しながら、うん、あのなんていうんですか、それを間近で見てるわけですよね、うん、すごい教材ですよね。でもそうですよ ね、でも逆に言えばヤッカビさんもそういう人と出会えたらラッキーですよね、うんうん、そうですね、本当ラッキーですね、うんうん、はい、いやすごいですね、これちょっと講演会企画しないといけないですね。女神さんの台湾のビル・ゲイツということで、またちょくちょく沖縄には、そうですね、はい、コロナ明けたので、ね、うん、近いんで、あ、そうですね、コロナでね、なかなかね、そうなんですよ、3年半ぶりなんですよ、はいはいはい、すごい、結構長期滞在するんですか今回ですか沖縄には。いや、来週
沖縄出て、あ、来週また帰られる、東京の方にちょっと行って、で20日に台湾に戻るっていう予定を、はい、まあ、してますね。じゃちょっと日本を楽しめるっていうか、そうです、ね、久々に。そうですね。いやでもね、本当に貴重な体験というかね、ね、なかなかね、生でお話を聞けるなんて、うん、矢壁さんの話を聞いたら台湾に行きたいとか海外に行きたいっていう若者も増えるんじゃないですか。うん、増えてほしいですね。台湾を選んだ理由ってあるんですか？選んだ理由は、あのさっき話したニューヨークにあったラーメン屋さんが台湾に出店したいっていうところで来たのが始まりなんで。なるほど。じゃあご自身の意思とかではなくて、たまたま台湾が、台湾はまさか僕の人生の中で行くなんて思ってない、はい、あ、そうなんですか。中華圏となんか英語圏って多分分かれると思うんですよ、うん、海外に行きたい人の中で。そうですよね、だから全然違うなと思って、どっちでもいいっていう人なかなかいないような気がするんですけど、うん、確かに確かに。でやっぱり僕はやっぱりっていうか、まあ、アメリカの方に憧れて、うん、英語圏内、英語圏の方に憧れて、うん、でイギリス、アメリカどっちがいいみたいな、電話、うん、番号一番、国際番号が一番じゃないですか、一番すごくねだったし、もうそこからじゃあアメリカっつって、はい、そんな軽いノリで結構単純ですね。そうなんですよ。でも一つ決めてたことだけは、帰ってこないっていうのを決めてたんですよ、うんうん、最低5年は帰ってこないとかって決めてて、うんうん、で行ってですね、英語も喋んないじゃないですか、で金もないし、まあまあの大人なんですよ僕も、うんうん、もう30点前ぐらいなんですよ。あ、そうなんですか。そうそう、もうあの離婚しちゃってですね、はい、それでなんかチャレンジしたいと思って、はいはいはい、アメリカ行こうと思って、はい、で決めたっていうのがあって、うん、で行ってですね、今までもう台湾も今も全部含めていろんな経験をさせてもらって、うん、怖かったこともいっぱいあったんですよ、うん、でもね、振り返ってみてもやっぱあの時アメリカに行くっていうのが片道切符で、何もない状態でアメリカに行くっていうことが一番怖かった気がします。もう飛行機の中でこの飛行機落ちてくれって落ちてくれってずっと願ってましたもん。本当にそのぐらい怖かったんですよ、はい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 、すごい。それで飛行機に乗っちゃったんです ね。あれやばい、今思ってもよくやったな、ね、俺って思います。何の保証も何もないですもんね、なんか自分で言っててなんかそう、すごいですね本当に。片道切符っていうのはなんか、ね、言葉もまだ英語もですね、全然全然全然やっぱりよくだからこそっていうのがあるんですよ、振り返ってみると。だからこそ、その片道切符で帰らないっていう決断したことがやっぱりその次の展開に影響してるんですか？だと思いますよね、うん、あの帰るっていう選択肢がもしあったら、はい、頑張れなかったと思うんですよね、うんうんうん、確かにいつでも帰れるしみたいな、うん、そうそう、本当そうで、うん、苦しい時からのやっぱりあと一歩っていうところにものすごく、うんうん、あのなんだろうな、力になったと思うんで、うんうん、帰るって選択肢がないので、うんうん、なのでそういうだから決断していったっていうのはやっぱり、はいはいはい、うん、そうかもしれないですね、すぐせんその決断したのに飛行機が落ちてほしいっていう、確かにちょっとそう実はねちょっと怖かった、あ、めっちゃ怖かったっすよ、めっちゃ怖かった、めっちゃ怖かった。いやすごいですね。いや私 あの妹もあの今イギリスにいるんですけど、その時はもう結婚して、あの外国人の彼と今イギリスにいるんですけど、うん、妹が行くからいるから行こうとはなるんですけど一人でまさか行こうとはあまり確かに、ね、英語も喋れないし、確かにね、すごい、一人はすごいね、うんうん、もうね右も左も分かんないですもんね。そうですね、でもね、なんだろう、語学がもし、うん、なんか障害になってる、うんうん、バリアになってるって思うんだったら、うんうん、そこはもったいないなって思いますね。あ、そうですか、はい、うんうん、結構いけます、いけますよ、いけますいけますっていうか、喋れなくても大丈夫ですっていう、あ、そういうことです、喋、うん、れますよという意味じゃなくて、なるほどなるほど。で僕アメリカ行った時 もう英語全然ダメでとかって思ってたけど、うん、でも、うん、1から10までは言えるし、はい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 、アップルとペンぐらいは言えるし、あ、単語単語で、そうそうそう、だからそっから台湾の言ってたじゃないですか、はい、中国語で1から10もまあまあ言えないし、確かに英語って何みたいな、確かに確かに、ペン何みたいな、だから本当のゼロってこれなんだ、シェイシェイぐらいしか分からないですよ、そうそうそう、シェイシェイありがとうしか言います、そう本当にそうで、あ、これがゼロなんだ俺
英語はまあまあできてた行ったんだっていうのに気づけたっていうのもあったりとか、それでもですよ、そんな中国も全くわからない状態でもなんか授業してまあやれてるわけですよ、飯も食えてるし、だから結構ね語学がバリアになってるっていけないって思ってる人がもしいるのだったら、ものすごくもったいないと、もったいない言ってほしい、なんとかなるからっていうのはやっぱ思いますね。やっぱ日本人って真面目なところがあるから、もう語学完璧になってから行くみたいな、ね、準備しっかりみたいなね。そうですよね、日本人のいいところなのか悪いのところなのか分かんないですけど、やっぱね、矢壁さんが言ってめちゃくちゃ分かる。なぜか米軍基地にいたから、あーそっか、英語全く分からない状態で入って、で職場全部英語表記で、書類も全部英語で、電話も英語でかかってるんでね、怖い怖い怖い、全くもうね、最初の1週間もう本当に逃げ出してくて、だから本当にね、最初の1ヶ月7キロやってたんですよ一週間本当に。で最終的に30キロやってました。そうそうそう、もう倉庫にいたからめちゃくちゃ忙しいし、外人が来るんですよ、もう兵隊が、電話も英語でかかってくるし、言ってることもさっぱりわからないし、わかんない、で怒られるんですよ兵隊に、あの英語からのやつ引っ込めみたいなことを多分言われてるんですよ、それも知らないし、で誰も助けてくれないんですよ、広い倉庫に一人だけポツンと座らされて、誰も助けに来ないっていう、もうね、でもね面白いんですよ、これ1年2年経つじゃないですか、人間ってやっぱり慣れるんだなと思って、そしてなんていうか、ここ沖縄とかお前が、ね、日本語喋れっていう態度に変わるんですよ、お前の方が覚えろと、最高、お前の方が来たんだろうと、最高そう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 、あと困らなかったですよ、あー そっからも、うん、なぜかというと、あの仕事を使うって映画って決まってくるから、単語さえ覚えてれば、別にね、あの流暢に喋れなくて もう全く必要がない、あそうなんですね、そうそう、商品名が分かったり、そのお願いのする単語を覚えてれば全く、仲良くなって飲みに行ってます、毎週、すごい、毎週のもう朝まで兵隊と飲んでました、だからで、お互い日本語からない英語からないのに朝まで盛り上がってるんですよ、あれ何なんですかね、あんな感じですよね、あります、あります、馬が合うって言葉じゃないですよね、あります、あります、あります、そうなんだ、そうそう、全く通じないのに、朝まで2次会3次会って言って毎週、で、あの馬が合うって言葉じゃないんだなっていうのは、違いますよ ね言葉じゃない、何なんですかね、何なんですかね、本当に、ね、しかもめちゃくちゃ楽しいですよね、楽しいですよ、また来週なって、どうやってアポ取ったからも待ち合わせしたかも全然覚えてない全然覚えてない、そんな経験、いやしたいよ私も、そう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 、すごい素晴らしい経験ですね、ヤカベサメっていうのめちゃくちゃ入ってくる、そっかそっか、うん、すごい、やっぱり、ね、すごいね、アメリカンスクール行ってた悠長な人が交渉をして、僕勤めてる時に、もう全然ダメなのに、もう自分全然英語喋れるのに僕やって OK だったことがあるんですよ、そう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 、交渉が OK になったことがあって、で向こうはねもう完璧流暢で喋るのに、自分も片言で一生懸命喋ったら、その交渉がね、OK だったことがあったから、あその時も、あ言葉が流暢なんだ、ちょっと違うんだなと思って、確かに確かに、そうそうそう、矢壁さんがめちゃくちゃ分かるんですよね、うん、もう勢いですよね、半分ね、そう、勢い、勢い、大切、行って、大切、行ってしまえ、行ってしまえっていう、大切、ねね、苦しい時があったかもしれないけど、うんうん、それを、ね、上回るようなすごいいいことがね、ありましたもんね、日本人って、ね、外人コンプレックスみたいなのがあるんですよ、ビビってしまう、あちゃんと喋れないといけないみたいな、でも日本語、あ英語間違って終わるのって日本人ぐらいですよね、うん、確かに、そうそうそう、確かに確かに、外人ってね、どんなに変な英語使っても絶対一切笑わない、あでも確かに、そうそうそう、私もお客さんとか英語対応とか、なんか絶対笑われ、絶対笑うでしょ、通じないことありますけど、そうそうそう、笑われたり、笑わない、笑わない、うん、確かに確かに、あれ多分日本人特有でしょうね、うん、日本人やっぱ人の目をすごく気にしてるんだと思うんですよ、うんうんうん、っていうのが日本でだと恥ずかしくて話せなかったりとかするけど、一、うんうん、人で海外に行くじゃないですか、うん、そしたらめっちゃ頑張るんですよ。なるほど。あ、確かに知らせ、ね、笑われないから、うんうん、知り合いないから、うんうん、なるほど。みたいのはなんかすごくもう自分の知識を全部振り絞って、そう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 。生きていかなきゃいけないから、ね、そうなんですよ。生きていかなきゃいけないから、なんか伝えなきゃいけないし、うん、どうやって伝えるかってやっぱ考えるし、うん、で失敗したら、ああやって言えばよかったってやっぱり、ね、うんうん、その後にやっぱり考えるし、うん、今度同じようなシチュエーションが来たらまたこういう言い回しをしようとかって考えるので、うん、そういうのがね多分ね、うん、できるようになってくる、恥ずかしいとかでも何でもないですよね、そしたらね、何でもないです、何でもないです、何でもないです、あとやっぱりさっき新里さんが言ってくれてた、はいはい、完璧を目指すみたいなのって、うんうん、あれもすごくもったいないなと思ってて、うんうんうん、
完璧なんてならないんで、そもそもないです、ならないないですよね。ね、完璧の定義はよくわからないですもんね。僕いつもな、あ、いつもっていうか、まあ師匠が言ってることで、なんか36点でいけっていうのを言ってて、ね、うん、おー、36、そう、36点でいいからいけって、はい、何も準備しないのもダメなんだけど、うんうん、ある程度準備して、まあ、あの入れられる情報を入れて、うんうん、自分の中でいろんなこと想定して、うんうん、まあ、それでとりあえずやってみる、はい、とりあえず市場に出してみる、うんうん、そしてそこからまた考える、考え続ける、考え続ける、少しずつ良くなっていく、うんうん、なので完璧を目指してやろうって思ったら、そのリリースする日は二度と来ないよ、うん、絶対来ないよっていう、とにかくやる。もう今は僕16点、そのまた半分の16点でいいって思ってやってますけどね。確かに伸びしろがあるって考えたらね、その最初低くからやなんかね、そんな100点を最初から目指さずみたいな、なかなか楽しいんですよ、このまた伸びていくのが。ああ、なるほどなるほど、うん、もうこれがね、僕経営の楽しみだなと、ね、醍醐味だな。だからスタートとゴールの設定ですよね。そうですね、とりあえず出すのがスタートで、うん、でもあの出すのがゴールって思ってる人との大きな違いですよね。確かに確かに確かに、そうですよね。なるほど、ね、すぐに結果を求めちゃうとか、なんかその出してすぐ、うん、あ、できなかったってなったら、やっぱり親株さんと感覚似てるんですよ。あ、すごい。さっきのオンラインサロンもそうなんですよね。オンラインサロンやってくださいってめちゃくちゃ言われて、はい、オンラインサロンやりますって、うんうんうん、オンラインサロンもないんです、あの存在してないのに、はい、名前もないのに、金額もまだ決めてないのに、はい、オンラインサロンやりますって、え、まさか告知そうそうSNS で告知したんですよ。びっくり、申し込む人がいる。ここにそりゃ何を決めてるでしょ。決めてない時に告知から始めて、そう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 、もうとりあえずやることが発表してしまえと思って、でオンラインサロンないんですよ。だからオンラインサロンもない、名前もない、何もない、でもとりあえずやるっていうことは、中身空っぽだったんですね。そう、中身も空っぽ。開けたらもう、なんかびっくりするのが、1日から2日で満席になって、もうそこからドキドキが止まらなくて、行ったはいいけど、しかも台湾から申し込みがあるわ、アメリカからも来るわ、はい、もういろんなところが、全国から海外からも来て、はい、でちょうどね15名ぐらいかな、はい、集まってもうドキドキして、サロンないけどどうしようかな。でそれでどうしたかというと、一人一人アポ取ってズームで話して、はい、なんて言ったか、何やりましょうかっていう。え何やりましょうか、ヤクベさん。でもすごいですよね、何話すか決まってないサロンに申し込みが来るっていう、皆さんね、それもすごいですね。あれも驚きだよね、新札さんだから。名前が楽しいわけですよ。絶対に。でみんな聞いたから、なんで入ろうと思ったんですかって、もうみんな一緒だった、楽しそうだった。おー。本当にそうだっけ。で実際楽しかったですよね。楽しかったですよ。もうね、本当にすごい人たちが集まってるから、もうね、すごい実績もすごいけど、人間性もすごくて、もう全てがすごい人たちが15名集まると、ああなるんだなっていうね。時間はなどれくらいやられたんですか、そのオンラインさん。月に4回ぐらいを、まあ、1回90分ぐらい交流したり、うん、まあ、いろんな、ね、会話をしたり、企画をしたり、そう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 、それが1年続いてますよ。おもっとか、1年超えるってますね。あ、まず、へー、うんうん、すごいですね。しかも増えてます。あ、もう定員も増やしてって感じで、あのサロン自体が増える。あ、サロン自体が増える。そうですよね。もう15名以上はもう、あの一つのサロン15名以上はやらないと決めてるんで、うん、薄くなっちゃうんで、会話ができないから、確かにたくさん集めるのが目的じゃないので、うんうんうん、そうです、一つはもう15名マックス、うん、なるほど、うん、そうですよね。90分で15名いたら結構皆さんちゃんとね、もう全然会話できないし、できない、うん、だから15名マックスですね、うん、自分の中ではね。すごい、もうあっという間にお時間が、ね、来ましたね。あと1分ぐらい、話止まらないですね。ね、めっちゃ面白い。もう3回シリーズでしょうか。ね、ぜひ。もう飲みながら話したいね。飲みながら話したいですね。いや、いいですね。どんどんもっと出てきそうですよね。なんか、いや、もうまだまだで全然、ね、やばい話が。0.1% しか話してないからね。いやでもこれはちょっと1回では足りないみたいなんで、何回かに分けて、やかびさんね、あのズームでも出演可能ですので。あ、そうなんですか。はい、もちろん、ね、ぜひ台湾からもね。そうそう、台湾って2時間ぐらいですもんね、実はね。1時間ですか、時差は1時間ですよね。あ、じゃあじゃあじゃあ、だからもう同じようなもんなんで、あのズームで生放送で出演できるので。あ、そうなんですね。そう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 なんですよ。皆さんのね、反響とかもね、うん、コメントも来たりするので、生放送なんで。へえ、ぜひ、はいはいはい、生放送は、はい、もう非常にね、残念なんですけどもね、時間が来たということでね、いやでもいろんな学びになったし、刺激になったしね、いろんな人に聞いてほしいお話でしたね。ね、本当に聞いてほしかったです。また次回も楽しみに、うんうん。
まあ、死なないっていう言葉がね印象的でしたけど、はい、いや本当になんかと言いながら飛行機落ちてくれてそうそうそういいっすね、役目さんいいな、面白い、なんか一言で言うと人間臭い、あ本当に人間臭い、ちょっと天才とバカの、紙一重のところいますよ中さんね、ちょっとバカよりかな、ね、やっぱりそれぐらいがいい ねぶっ飛んでる感がすごい、ぶっ飛んでる感がね、やっぱり人間ってそれぐらいがいいんだなと、多少バカになるときはなった方がいいんだなというのがね思いましたね、はい、ということでね今日もいろいろお話を伺ってきたんですけどもね、はい、またぜひ出演していただきたいと思います。本日の、ゲスト様はですね沖縄県出身で今現在台湾で事業を展開しております矢上圭さんをお迎えしてお送りいたしました。矢上さんどうもありがとうございました。ありがとうございます。